ガチンコマッチョクラブ、そしてメタボ47をご覧の皆様、こんにちは。速稼塾の久保です。この度ですね、ミスター M さんと、ズーム対談第2回をやることになりました。テーマはですね、ホームジムでございます。まあホームレスからホームジムですかね。そんな感じでお送りしようと思うんですけども、私もミスター M さんもそれなりにホームジムっていうのはね、作らせていただいたんですけども、ちょっと私の方はね、大物入れようかと思いまして、パワーラックみたいなね、ミスター M さんが持ってるやつを、ああいう大物を入れて本格的に体を作っていこうかなと思いますので、その辺をね中心に話を展開させていただきます。例えばパワーラックが必要なのかとかね、それからレバレッジマシンっていうのが必要なのかとかね、それともダンベルぐらいでいいのかとか、いろんなものがあると思います。ただやっぱりね、どんなに安上がりで仕上げようと思っても何万円かはかかりますね、まあ、ミスター M さんもそうなんですけども、ホームジムを置くってことはスリッパでやるわけにいきませんから、室内のやっぱりね、上履きといいますかトレーニングシューズも必要ですし、それから衛生面にも気をつけないといけないですしね、何よりも機材がすぐに数万円、プレートとかもすぐにね何万とかっていう話になってきますんで、やっぱり10万円ぐらいは確保しないとホームジムも打てないかなっていうのと、あとは同居されてる方がいたら、家族のね、同居してくださってる方の理解が必要ですね。なんせホームジムってものすごい威圧感ですから、近くに寄れないんですよ。で、実際場所も取りますんでね、6畳なんてのはすぐ潰れます。私の場合は20畳の部屋がありますんで、そこをねホームジムと設定して、少しずつ機材を揃えていったのを今回整理して、そこに入れようかなと思うんですけどね、まあ、そういう風にしてズームの対談ミスター M さんとさせていただくんですけども、私はねホームジムどんなものがいいか、どんな分類があるのか、どういうふうな特徴があるのか、こういうことを中心に聞いてみようかと思いますね。ズーム対談は7月23日21時からでございますので、参加希望の方はこの動画概要欄からですね、ズームの URL を取得してみてください。それではありがとうございました。